女子プロ界のエース白井優です、この度は白井優デビュー10周年記念大会いよいよ3月9日木曜日後楽園ホールにて、午後6時半開始の大会の記者会見にお集まりいただきどうもありがとうございます。本日ですね、こちらの10周年記念大会のメインイベントのカードの方が決定いたしましたので、それに関することを発表させていただきます。まずですね、この10周年記念大会を開催するにあたってですね、私がどうしてもタッグを組みたい方がいる、選手がいるっていうふうに、言ってまして、それをロッシー小川社長に、スターダムの代表に打診しまして、今回は頭を下げてお願いさせていただきました。では早速なんですが、その方を、お呼びしたいと思います。お願いします。お願いします。こんにちは、里村芽衣子です。今回ですね、メインイベントで、私がタッグを組みたい選手というのが、仙台ガールズプロレスリング里村芽衣子選手ですね。里村選手と私は今まで幾度となく戦い、リング上の体格に立つことによって私自身成長させていただいたなっていうふうに思ってるんですね。おこがましいかもしれないですけれども、自分にとって最大の敵、最大のライバルであると思ってます。ただプロレスの醍醐味としてですね、タッグマッチ、共に戦うっていうね、プロレスの素晴らしいルールがあるじゃないですか。で、戦いをしていくうちに里村選手とタッグを組んでみたいなっていう思いが実はずっと私の中にありまして、で今回この10周年記念大会をするってなった時に、あ、もうこのタイミングしかないなと。だし、この大義名分がない限り、私は里村選手とこう殴り合うことでしか、戦うことでしかやっていけないんじゃないかと思ったので、このタイミングに絶対里村さんとタッグを組みたいということで、ロッシー小川にお願いしました。もうこのカードありきでこの大会開催すると言っても過言ではありません。はい、それではコメントをいただければ、お願いします。はい、女子プロレス界の横綱里村芽衣子です。この度は白井優選手と組ませていただくということで、今日は白井優選手が赤い衣装で来るかなと思ったんですけど、すいません、私の方が目立ってしまいまして。赤い衣装持ってないですね。私もこれしか持ってないからさ。そうなんですすいません、とんでもないです。そうですね、今最も輝く女と言われている白井優と里村芽衣子、この2人にかなうレスラーがいるんだったら堂々と目の前に立ちはだかっていただきたいと思います。ただうちの橋本千尋もですね、今最も勢いのある新人選手として、いますけれども、白井優選手にはジャーマンスープレックスだけは食らわないように、そして橋本には白井優のジャーマンスープレックスを食らわないように忠告しておきたいですね。ありがとうございます。はい、はい、今里村選手の方からね、もう名前を出していただいたんですけれども、私と、里村選手がタッグを組みまして、その対戦相手も決定しております。仙台ガールズの、橋本千尋選手とスターダムから岩谷真由選手が出場します。白井優里村芽衣子組対岩谷真由橋本千尋、こちらが、今回の興行のメインイベントのカードになっております。橋本選手は、2016年トースポプロレス大賞の新人賞を獲得なされていて、私は女子プロレス大賞を獲得していて、金屏風の前で顔も合わせておりますし、その新人離れした活躍っていうのは私の耳にももちろん
届いてますので、その中で今回対戦したいなっていう思いと、そして岩谷真由は常にスターダムの方で私と日々戦っているんですけども、岩谷真由は私のテクニックを全てぶつけられるかけがえのない大切なライバルのうちの一人ですね。このメインイベントの里村選手、岩谷真由、橋本千尋が私にとって私がやりたい女子プロレス、今まで私がやってきたプロレスを全てぶつけられる最高のメンバーだと自信を持って今回メインイベントやります、はい、ということで、そしてですね、これは別のカードになるんですけれども、先日発表させていただいた鈴木みのる選手の参戦ですね。鈴木みのる選手とミッドナイトエンジェルの、対戦相手も決定いたしました。フリーランスの海選手、海選手と、こちらブラックミッドナイトエンジェルかっこ仮、はい、謎のマスクウーマンが海選手とタッグを組んで鈴木みのる選手、ミッドナイトエンジェル選手と対戦いたします。そしてもう一つ、ハイスピードスリーウェイマッチということで、スターダムからクリス・ウルフ選手、フリーカゲツ選手、スターダムから葉月選手、この3ウェイマッチを決定しております。他2試合も、2試合予定しておりますのが、そちらのカードは追って発表させていただきます。とにかく本日は里村選手とタッグを組めること、そしてそれが堂々と発表できたことを嬉しく思っております。わざわざ来ていただいてありがとうございます。まあ、伊予さんと里村さんが組むっていうのは、はい、まあ、いずれは組むだろうなと思ったけど、はい、まさにまあこのタイミングだったんですけども、どんな化学反応が起きそうですか？まず一度もタッグを組んだことないっていうのが一つありつつ、化学反応、ずっと対戦することによって私は成長させてもらったので、今度はタッグを組むことによって何か里村芽衣子の要素を吸収というか盗みたいっていう、そういう目論見も今回込められてます。里村さんも、まあ、伊予選手とは最初に14年の新宿で初シングルやってから、2人シングルやったのって 4回でいいんですかね？4回ですね。多分4回2勝2敗だと思うんだけど、はい、まあ2人同士がいろいろまあある意味高め合ってきたと思うんですが、まあ22周年の先輩としてはタグパートナー、改めていかがですか？やっぱりこうして隣にいるだけでなんかこうすごくそわそわするというか、もう自分自身ドキドキするこの気持ちを駆り立ててくれるレスラーってそんなにいないので、もう向かい合うだけでまた別の感情にはなりますけど、今度隣にいてどういうチェンジの仕方でタッチに来るのかとか、まあ、そういうことを考えると本当にワクワクしますね。まあ、里村さん自身いろんな大物と結構タグを組んできましたけども、またちょっと全然違った感じかなと思いますけど、うん、全然違いますよ。本当に時代を変えてくれたレスラーだと思ってるんで、伊予選手が戦場にも若手の頃に参戦してくれてるんですよ、うん、2年目か3年目かの時に。じゃじゃがトーナメント、そうなんですよね。ただ私はその時の記憶が一切ないんですよ。なんでですか？本当にそれぐらい印象のないレスラーだったんで、だから初めてシングル対決した時からですかね、この選手来るなと思ったですね。ミッドナイトエンジェルが鈴木みのると組もうとしたのはちょっと改めてどういうところだったんですか？鈴木みのる選手が私の10周年出てくださいって言ったら、鈴木みのる選手が嫌だよと、いや、なんで出なきゃいけないんだよとなって、まあ、出るなら俺には心に決めたパートナーがいるとおっしゃってたので、急いで連れてきました、ミッドナイトエンジェルを。でその後、パイルドライバーさん、原宿のパイルドライバーさんにいて、
だったらやってやるよというお言葉をねいただいたので、はい、まあ、ミッドナイトエンジェルはミッドナイトエンジェルで鈴木みのるさんが言ってたのでもうスーパーアイドルらしいのでスーパーアイドルレスラーなんですってミッドナイトエンジェルは、まあ、私もものすごく仲がいい選手のうちの一人なんですけどスーパーアイドルの名に恥じない戦いをやってくれると思ってます。あれ鈴木選手と初遭遇した、はい、あのデビュー間もない頃の、はい、2007年8月の新規はよくご存知ですね、はい、あれはわざわざ声援取ってバトルロイヤルやったよくご存知ですね、はい、あれはさ鈴木みどるはキャーって言って逃げちゃったとか言ってたけど、はい、あのそんな感じやった。いやもう怖いですね。あ、てか、まあ、怖いだろうねそもそも受け身も何も知らなかった状態であんな化け物のようなお方と対等に渡り合えるわけがなかったので逃げるしかなかったですけれども、まあ、10年を経て直談判しに行ったりこうして自分の大会を後楽園ホールで開催させていただいてさらに、ね、あの出場していただけるっていうところまで来たっていう面も含めての鈴木みのる選手ですね。あの頃ってバトルロイヤルってやったことあったの？バトルロイヤル初めてのバトルロイヤルでしたね。多分そうだね、はい、半年過ぎてからはいろんなとこ行ったけど、はい、まだ微妙な時で微妙な時ですね、うん、微妙っていうかもうルールまだ知らなかったと思います、うん、はい、両肩ついて3秒数えられたら負けるって知らなかった時期でした、はい、5回目のシングルっていうのはこの後って見据えていらっしゃるんですか？私はやりたいです。というのも里村選手と白井よ里村名子対白井よっていうのはいつどんな時やってもその場その場で時代だったり空間だったりに合わせてというか時代や空間によって変化するだけども最上級その時代その空間によっても最上級の試合ができるカードだと思っているのでこの先も5回目6回目7回目あるんじゃないかと私は思ってます。白井優選手とのシングルだったら、まあ、何年経っても旬の戦いを見せられるんじゃないかなと思ってますので自分自身やっぱり常に、日々鍛えていますのでいつでもいいです。昨日優選手が後楽園ホールで11回の新記録を樹立したんですよ。またあのそのベルトに挑戦ということも考えてはいるんですか里村選手は？私はベルトを橋本千尋から取られてしまったんでまずそこから取り返すことですね。取り返したらまた考えます。お願いします。すいません。はい、はい、ありがとうございます。はい、すいません。